ビールソムリエたるものね、やはりワインだけではありません。スーパードライを見つけたいんですけど、そうね、まずスーパードライ見つける、うん、ビールもう今日ね、ワインじゃないんですよ、ビールなんです、はい、ああ。まあまあ、ね、ビールもテイスティングですからね、はい、皆さん普段飲んでるはずですから、ソムリエたるものね、やはりワインだけではありません。さて、今日何をするかというと、もう皆様お手元にですね、3種類のビールが、ワインのテイスティングラスに入ってるっていうね。よりか香りが分かりやすいのか、強烈なやつが、いつもと飲んでる感じが違うよね。ね、缶から飲んでるので感覚違うんですけども、さて、もう代表的なコンビニに見かけるこの3つの銘柄ですね、どんどんどんあります。まずは、札幌黒ラベル。ドカーン、はい。そして、キリンの一番搾り。はい、そして、アサヒスーパードライ。はい。はい。皆様、向かって、右側から1番、2番、3番としましょう。さて、では、それぞれ、並び替えてもらって、一番最後に、一人一人、発表してもらいます。ちなみに、ちょっとやる前に、ちょっと、話したいんですけど、皆さん、これ、どれが一番、普段よく飲みますか？キリン。キリン。が一番飲む機会が多いですか？キリンが好き。はい、なんでキリンが好きなんですか？一番フルーティーでかつなんかバランス取れてるかなっていうので、はい、一番好きってなったら一番搾り、一番搾り、はい、はいはい、まあ、まず副原料がまず入ってないですよね、そんな非常に美味しいですし、まずホップの香りがいい、はい、一番搾りなんかねマイナーチェンジちょっとしてるんですよ、ちょいちょい、うん、なんかね今のマイナーチェンジで、ね、僕に合ってる気がします、うん、僕に合ってる気がします CM 来ない何人しますか、一応お待ちします一番頻度多いのはやっぱ一番搾り多いですけど、うん、その時々によって違うからと、確かに確かに違います、ね、なんかただ、うん、混乱しそうなのは、はい、スーパードライがもともと結構辛口というか割と一番分かりやすい味わいだったんですけど、それが多分コーンスターチが入ったのかな、ちょっとねコクっていうかそっと出てあるんですよ、それが変わってリニューアルしてからちょっと他との差がなかなか難しいなっていうのはありますけど、確かに確かに色で分かったりとかしない、ちなみに私も本当にシチュエーションごとにまんべんなく飲むんですけど、一番飲むのはグラベル、これが一番私はコクを感じるので、札幌だお腹減った時には黒ラベル、お腹減った時には黒ラベルですね。一番モルティーなのが一番勝利だと思うんですけどね。じゃあ、シンキングタイム、用意スタート、はい、じゃあ、1、2、3ね、うん。よし。難しいわ。まずはモルティーを見つければいいですね。大体当たりはついたか。早いですね。特に言ったら、1つも当たってなかったらもう面白いですよね。まずスーパードライを見つけたいんですけど、そうね、まずスーパードライ見つけるのと、うん、一番僕ホップの香りがするのが一番搾りだと思うんだよな、なるほどね、ホップ系ですよね、うん、ホップ系でバランスいいの札幌なんだよなとか言いながら間違えるんだよなどう見分けるんだろう一口っていうかごくごくごく飲んだ時に初めて分かる気がするね、うん、決まった決まった決まった、お、では並び替えていただいて、はい、はい、ありがとうございます。なるほど、一番好きなのは何としましたか、これですね、はい、一番下ですね、じゃあこれも自信があるの、うん、ちょっと可愛かった、ね、自信なるほど、これとこれで迷ってます、あ、なるほど、逆にスーパードライはほぼほぼ大丈夫かなってことですね、うん、なるほど、はい、じゃあ次行きましょう、並び替えてください、1番がスーパードライ、おお、うん、2番がキリン、はい、3番札幌、3番が札幌、1番はスーパードライな気がするんですよ、はい、やっぱ飲んだ時のキレと苦み、確かに苦み感じますね、一番ね、うん、まあ、確かにこの2つがちょっと悩んではいるんですけど、うんうん、キリンの方がなんか若干柑橘の香り感じるんですよね、それがやっぱ3番より2番の方が感じた、うん、なるほど、では最後太郎さん、僕行きましょう、順番的にこれで、はいはい、うん、スーパードライかなっていう
厚みが少ないですよね、うん、一番、うん、フラットっていう。なるほど、なるほどね、厚みが少ないフラット、うんね、ここがすごい迷うんですけど、ね、匂いだけじゃ分かんないですけど、うん、ちょっと真ん中が甘やかな香りがするんで、多分これそれがコーンスターチだと思うんですよね。こっちの3番目の方が、はい、ほろ苦みが結構強いんで、うん、強い、はい、一番絞りじゃないかなと。なるほど、出揃いました。では1番から順番に正解アップいきます。はい、まず書いていい？書いていい？無理でしょ。書いてもいいけど、あのコメント欄で僕が叩くよ。まずは今一度1番は何て答えたか、時計回りに教えてもらうんですが、1番はスーパードライ。スーパードライ。どうする？じゃあスーパードライにしてもらっていいですか？ね、本当にスーパードライでいいと思う。変えるのはダサくないですか？意見を変えれる男で言いたいと思ってます。変えたら同じ回答になっちゃうのよ。そう、確かに。でもいいんじゃない？スーパードライ。はい、スーパードライ。スーパードライ。スーパードライ。いやー、素晴らしい。まあ、浦川さんもね、ほぼ間違ってるから。じゃあ2番いきますよ。2番は2番、一番絞り、一番絞り黒ラベルですね。黒ラベルってことはここでもう決まりますね。そうですね。おお、一番絞りでした。もう一番最初に一番絞り分かった、はい、ということで絶対やばい。3番が黒ラベルとなりました。まあ、まずね、やっぱ田尻さんがね、ちょっと言葉でね、あの微妙な味わいを表現しながら最後もう出汁で決めたっていう、はい、で浦川さんについてはもうあのぜひねコメント連携で。じゃあ僕も一番最初に一番絞りはこれです。でもね、あの素晴らしかったですね、本当にズバンって言って。田尻さんもね迷いますね。いやでも、ね、今すごく面白かった。1番のスーパードライもう一回飲むとやっぱりフラットで爽やかで、うん、ちょっと後半の苦みがあって、ね、で1番搾りは少しこう柑橘系の香りが強いかなと、うん、で黒ラベルはやっぱり甘やかでコクがあって、まあ中庸っていう言い方もできるかもしれないですね。なんか、うん、スーパードライってなんか鉄分のイメージがなるほどですね、はい、なんかワインフィサみたいな。ブルコリーで言うとワインに例えるフィサン面白い、フィサンね、ブルコリーね。ブルコリーの方に言うとブルコリーの方スーパードライがフィサン、フィサンね、はい、2番の番は、まあ、ボールのマネとかボールのマネ、はい、3番は、はい、乳酸ジョリオ、乳酸ジョリオ、ちょっと何て言うか言わしとる。はい、ということでね、皆様もね、ぜひあの身近なあの普段飲んでるあの飲料を少しこうなんで美味しいと思うかっていうのを言語化してあげてね、はい、やってこういうゲームもたまには面白いんじゃないかなと思いますので、視聴者の皆様もぜひやってみてくださいということで、またちょっとワイン以外もちょこちょこやるかもしれないので、ありがとうございました。ありがとうございました。落ち着きが始まってますね、色調的にも、うんうんうん、トリュフまでいかないけど、うんうん、ちょっとこうキノコっぽい感じは、うんうん、またオーポスワン？